はい、こんにちは、お疲れ様でございます。今回はですね、ポスティングのアイデアということでお話しようかと思います。ポスティングっていうとね、今ご覧いただいているようなポストにこういった封書をピュン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 入れていくみたいなことがね、思い浮かぶと思います。まあ主にはチラシタイプですかね。あの1枚のこうやって紙みたいなのをね、こう自分の言いたいことを書いてこうやってポスティングするみたいなのがあると思いますけども、そういうのが主じゃないですかね。あとは工夫といえば、こういった A4 の紙に行くのか、それともね、投げ込みやすいこういった A4 の半分のサイズに行くのかみたいなのがあると思います。でね、私が考えているポスティングってのは、例えばね、はがきタイプです。はがきタイプで、もちろん宛名は書かないんですけども、後ろに自分の主張を書くわけですよ。でこっちの方にね、宛名の方に何を書くかっていうと、速達って大きなこう字で書くんですよ。あとは真っ白です。速達真っ白で、裏に、まあ、自分のねお店のことが書いてあるみたいな感じです。だから片面が無駄になるかもしれませんけども、これ受け取ってもらう可能性がぐっと広がります。要するにポスティングで最も避けなければならないのが、こういった紙ペラが入っていてね、なんだこれと思って読まずに捨てるっていうやつなんですよ。とりあえず手に取って、速達ってなんだ、ん、なるほど、いらないや、もしくはちょっと取っとこうかなっていう風にね、まずは一文字でも多く読ませることが大事なんですよね。まあ、そこで読まずに捨てるっていうのはもう完全にあのロスになっちゃいますんで、読んで捨てるぐらいにはさせないといけないかなと思ってます。こういう風なはがきタイプで速達っていう風に書いてる、こういうタイプも一つの攻め方だと思いますね。それからね、封筒の色ですね。封筒にはいろんな色がありますんで、赤とか黄色とかオレンジとかね、まあ、黒はちょっと趣味が悪いんですけども、いろんな色でチャレンジするっていうのもあると思いますよ。だからポスティングをするときに封筒に入れるっていうアイデアは持ってる人は多いと思いますけどもね。で前回も封筒にチラシを入れて、そこに飴玉を入れておくってアイデアがあったんですけども、封筒の色なんてのも今選べるわけですから、いろんなカラーの封筒を使うといいと思います。そういったこととかね。それからね、封筒といえばこうやった窓枠のやつがあるでしょ。ここに窓が開いてるやつ、こういうタイプでもいいんですよ。でここに例えば私の場合福山市ですけども、福山市って書いておくんですよ。だってポスティングする街って私が住んでる同じ福山市になるでしょ。どうしても福山市って書いておいていいじゃないですか。で福山市って書いてあって、あとは窓には別に住所とかなくていいんですよ。お知らせしたいことがありますみたいなのをちらっと出しておくとかね。そうすると何だろうと思って読むわけですよ。そしたら中身を見ると、同じ福山市にお住まいの皆さん、何々彼彼ですって書いてあるんですよ。つまりどうしても封筒を開けたくなるっていうのね、人の行動を促すような封筒になってますか、ポスティングになってますかっていうところも一つなんですよね。私の場合はどうしてもね、ペーパーの中身を一文字でも多く読ませるために、まずはね手に取る、まずはそのまま捨てない、まずは取り出してみたくなる、まずは広げたくなるっていう風に、一歩一歩そのアイデアを使うときに、こういった窓枠付きの封書が届いて福山市って書いてあったら、これは読むでしょうと思うわけなんですよね。それからですね、時期のメッセージです。例えば今日は敬老の日ですから、少なくとも1週間前とかね、2週間前に敬老の日特集っていう風なポスティングのペーパーでもハガキでも封書でも同じですけども、敬老の日を意識したものを書いたものを、敬老の日ですよって書いたものをポスティングしないといけないです、この時期にはね。今9月16日でしょ。ということは9月が始まった時に敬老の日ですよっていう風なことが書いてあるものを配るのがポスティングなんですよ。そうしたらね、敬老ってものにがっちりハマる人が多いですから、これはおじいちゃんおばあちゃんに何か送ろうかなと思ってる人、もしくはわしはもう老人になったけども誰かから何か気遣ってもらってるのかなみたいな感じでね、とにかく敬老の日って書いてあれば、それは手に取ってもらえる可能性がぐっと高まるんですよ。同じようにクリスマススペシャルとかね、それから新年おめでとうとかって一年中あるわけですよ。だからポスティングもただね、自分のセールス文面をポンポンポンも入れるだけで効果がないのに、それを繰り返しちゃ5000に1になっちゃうんですよ。5000に1をね、1000に1、500に1にするために、どうしても今みたいなアイデアが必要ですよってことです。とにかく開けさすためにみたいなやつですよ。税務署って書いてあったらびっくりしますよね。まあそれはやんない方がいいと思います。さすがに福山市ぐらいが限度でしょう。それからね、今の時期はこういうのも使います。自民党総裁選ネット情報って書いてあるようなチラシを読んじゃうでしょ、うん、したら自民党ネット情報
ね、総裁選が近づいてます。その時にテレビを見て肩が凝るんでマッサージを受けてリラックスしませんかみたいに文章をスイッチしていくんですよね。それからうちはこういう商売やってますけども、それとは関係なくちょっと選挙のことについて集まって話しませんかみたいなお茶のコーナーのお知らせとかでもいいんですよ。でお茶を飲みに来たらそこで初めて、いやうちはね自宅をこういう商売をしてるんです、そのうちよく考えてみてくださいって感じで、まずはねサービスを受けに来る人だけじゃなくて、とりあえず誰かを家にね招くみたいなことを毎日するんですよ。それこそ商売になるならない関係なく、誰かが毎日知らない人がうちに足を運ぶって環境が作れてますかどうですかってことなんですよ。これがだから集客来店です。集客力来店局、集客力来店力ね、これがないのに物を買ってくださいっていうのは次のレベルなんですよ。つまりお客さんに来ていただいて、まあ0人前売上が取れて半人前、利益が取れて1人前なんですよ。だからまずは0人前を目指しましょうってことなんですよ。でそもそも自宅を自分の商売の屋さんにしていながらね、今日も誰も来ませんでした、ノーゲストですでヘラヘラやってられるぐらい危機感がなくなっちゃやばいんですよ。商売にはならなかったけども今日も誰か来たなっていうところにせめて持っていかないと。で誰かが来る以上売り上げはどっかで上がりますから、そういう風にしていくといいと思います、はい、そういう意味でね、敬老の日特集とか敬老の日みんなで話し合いましょうとかね、敬老の日のプレゼントを皆さんでカタログ見て決めましょうみたいな、いろんな理屈を受けてとりあえず来店頻度を、ね、高めることなんですよ。それこそね、今日はお茶会ですとか言って朝10時から12時までね、家が空いてるんだったら近所の人を呼んでお茶飲むでもいいんですよ。そうすることによって家に上がるっていう警戒感がどんどん薄れていって、その次にサービス受けましょうかって話になりますから、ね、お客さんが毎日来てとにかくねそんな時間ないよとかね、そんな枠を空けてらないよって言うんだなかったら、誰も来ない日が結構ね1週間のうちに3、4日あるんだったら、とりあえず誰かを来させるってことに心血を注ぐ、そういうポスティングも配った方がいいと思います。またね、こういったチラシが届きました。相続税が変わりましたって書いてあるわけですよ。そうすると相続税ってものにピンとくるのはだいたい70代以上の方でしょ、ね、そういった方が相続税何って言われて見るわけですよ。相続税が変わりましたって毎年変わってるわって話なんですよ、オチとしてはね。相続税が変わりましたんで、その相談をしながらうちのサービスを受けませんかっていうような形にできるわけですよ、ね、それから補助金を受けられますね。だから自宅を商売にしている場合、例えばリフォームの、ね、商売だったら補助金が受けれるわけですよ。例えば玄関に手すりをつけましたとかね、階段になんかね転びにくいようになんかこう施錠をしましたとか言って、それ補助金が出るわけですから。ということはポスティングするチラシにうちは補助金対象店ですとかっていう風にやっていて、え補助金が出るんだったらただ同然できるじゃんっていう風な切り口で集客するとかね、あと補助金についての私は相談を受けますよってことで、もう商売になるならない関係なく補助金のことが気になったらうちに相談してくださいよって形にするっていうのも一つの手です。そのうち自分自身が補助金に詳しくなりますんで、次は宗教を軸に取る方法ですね。いっぱいアイデア出てくるでしょ。宗教を軸に取るってのはどういうことかっていうとね、キリスト教って書いてあるわけですよ。それをポスティングするわけですよ。でも文面をよく読んでみたらキリスト教の方でも肩こりが治ったとか書いてあるわけですよ。それは治るわみたいなね。とにかくキリストっていうキーワードで読ませるってことなんです。仏教でもいいんですよ、なんとか教でもいいんですよ、んの人でも治ったみたいなね、まあ、表現は気をつけながらなりますけども、そういうふうな形で、あ、自分の関係があること書いてるなって思わせるのが大事なんですよ、ね、だから50代の方限定って書いてあったら50代の人が見るでしょ。でも50代以外の方も別にやるわけですよ。書き方として50代限定って書いてあるだけで、別の日には60代限定って書いてるかもしれないって話なんですよ。はい、それで曜日ですよね。月曜日スペシャルデーって書いたチラシを配るのか、それとも水曜日や天休日ですっていう風なチラシを配ってるのかですよ。水曜日は休みです、火曜日水曜日は休みですって書いてるチラシを配ったら、どこが休みやねんって見るでしょ。そしたら他の日は、あ、こういうことやってるとこなんだ、結構近所だなってなるわけ。こういうふうなポスティングの方法もあります、ね、あとは月曜日ご利用の方にはこんな特典がありますっていうのをやったりとかね、あとはこういうのもありますよ。今週の土日予約がいっぱいでこの枠しか空いてませんと、例えば午後の15時から16時しか空いてませんけども、ここはもうねお試しの時間にしますんで早い者勝ちでお電話でお申し込みくださいと、
料金はかかりませんみたいなことをやるわけですよ。で実際その15時から16時の枠以外も全然空いてたりとかするんですよね。そういった形でどうせ予約が埋まってないんだったら埋まっていますよっていうふりをしながら、あとここしか空いてないんでって感じで限定性を出すようなポスティングで呼んでみるとかですよね。はい、それからポスティングなんですけども、あの月間ポスティングみたいな感じで月に1回しか配らないそのペーパーを作ってもいいかなと思います。実際ポスティングって毎日のようにやるかもしれませんけども、でもこれは月1なんですよみたいな感じでね、この月1のポスティングのペーパーを手にした方はラッキー、こんなサービスがありますみたいなのを書いておくとかね、そういった方法もあると思います。それからね、まだありますね、キリがないですね。まあペーパーでも封書でもハガキでもいいんですけども、同じ町内の皆様っていう書き出しね、同じ町内の皆様ね、私も同じ町内に住んでます、こんな商売やってますみたいに書いていくって感じです。そうすると、あ、近所にこんなことやってる人がいるんだっていう風にその人の胸によく残るんですよ。しかも読んでもらえるでしょ。私の場合は福山市ってところに住んでますけども、もっと細かく言うと伊勢ヶ丘って町に住んでるんですよ。だから伊勢ヶ丘の方限定って書いてあったら、とりあえず近所の人みんな伊勢ヶ丘でしょ、見るでしょ。伊勢ヶ丘の方限定、別に限定じゃないけども限定って書くんですよ。それから隣町にはね、春日台ってところがあるんですよ。だから春日台にポスティング時行くときはね、ペーパーを変えて隣町から失礼しますっていうのね、書き出しになってるからね。こういうふうにポスティングのアイデアってまだまだあるんですけども、ちょっと言っただけでもね、なんかこうこれだけ出ましたよって形なんですよ。でポスティングのアイデアっていうのは、なんかその黄金の法則はないんですよ。基本的なスタンスとしては、自宅を店舗にする人って自分が社長じゃないですか。だから社長としてね、部下にどんなミッションを与えるかなってことを考えるんですよ。例えばね、社長として部下がいるというふうに想定して、部下にね、お前ポスティングのアイディア100個明日までに考えてこいって指示を出すんですよ。でも実際自分しかいないでしょ。だから指示を受けるのも自分なんですよ。え、明日までにポスティングのアイディア100個考えないといかないといかないけど、何かあるかなっていうふうに初めて考え出すんですよ、ね、その時に思うのは、ポスティングのやり方で YouTube 検索するのか、ポスティング会社で検索してポスティングで有名な会社をねリストアップして、そこにどんな方法をやってるのって聞きに行くとか、そこにバイトに行くとかね、ノウハウをとにかく集めていくね。で今回の私の動画みたいなのを見て刺激を受けたら、そこからどんどんね、広げていって、こんなのもいいんじゃないの、あんなのもいいんじゃないのというふうにアイデアを作っていくことなんですよ。要するにね、ポスティングってこれしかやり方ないよねって決めるんじゃなくて、じゃあ仮に100個あるとしたら、その100個を俺がちょっと探してみようかなっていうふうに思えるかどうかなんですよ。まあ一人社長ってのは自分で何もしなければ社員の誰も動いてくれないんですよ、誰もいないから。だから何かが偶然生まれるってことはありません。そういう時に私が思うのは、基本的なスタンスとして、部下がいるとしたらどんな無理難題を押し付けるかなってことなんですよ。で1人しかいないんで、その無理難題を押し付けようと思ったら全部返ってきて、俺がやんなくちゃいけないのかみたいになるんですよね。でも仮に私がね、ポスティング会社の社員として採用されたらね、多分上司から言われます。明日までに効果的なポスティングの方法を100個考えてこいって言われると思いますよ、ね、ポスティング企画部長から言われると思いますよ。そしたら仕事なんで絶対考えてこないといけないでしょ。じゃあ100個じゃないんだけども、30個作ってきました、考えてきました、50個考えてきました、これでどうでしょうかみたいな日々になると思うんですよ、その会社に入ったら。だからそういうのを想定すると、ポスティングの専門会社なんて無数にあるわけですから、私たちが考えもしないようなポスティングの方法を日々みんなでね、社員で考えて、上司が採用却下採用却下ってやってるはずなんですよ。その結果ポスティングが効果的になって、効果的なポスティングがすぐ真似されるんで、それが過当競争になってってことを繰り返して、日々ポスティング業界も進化してるんじゃないかなと思いますね。はい、ということでね、まだまだアイデアありますけども、今日はこの辺にしていきましょうか。お疲れ様でございました。